なんだなんだ、一体この看板は。映画のポスターみたいだね。映画？なんだかすごい怪物が出てくるみたいだな。それにかっこいい王子様もよ。今夜7時からハスの葉広場でケロン王子の大冒険を上映しますですって。へえ、こいつはめっちゃくちゃ期待できそうだね。うん、ケロン王子といえば7つの世界を治めた伝説の英雄だからね。でも一説によるとケロン王子はとても弱虫だったとも言われてるんです。まさか、映画の主人公が弱虫なはずないよ。で、まあそれはそうですけど、とにかく見てのお楽しみ。そうそうケロケロケロッピの弱虫王子の大冒険。なんか文句でもあんのか？俺たちに喧嘩売るってのかよ。さあさあ皆さんお静かに、いよいよ映画が始まるよ。はい、席について。さて、それでは皆様お待ちかね、痛快時代活劇の始まり始まり。昔々寺野山のふもと、カリント海に面した豊かな土地にとても平和な国がありました。そしてその国のお城にはケロンというかわいい王子様がいました。なんて弱そうな王子なんだよ。頼りだな。お子様映画じゃねえのか。みんなの迷惑だよ。さ、こっちへ来て。でも
言うことを聞かないと帰ってもらうからね。ここで静かに見ていなさい。いいね。はい。どこなの？おい、キャロリーヌ、キョロスケ、ガンタ、ノーベル。一体みんなどこ行っちゃったんだろう。やだ、話してよ。一体どうなってるんだ。そろそろ頃合いだぜ。久しぶりでうまいごちそうにありつけそうだな。湯加減もそろそろ良さそうだ。やだ、止めになるなんてやだよ。さあ、おいしく煮てあげるよ、ソリ。全部残り1個だよ。それでは最後の風船パッチンね。うな、なんだ。うわ、地震だ。地震。王子様、ケロ王子、しっかりして。ここはどこ。助けてくれてありがとう。でも王子っていうからとっても強いと思ってた。どうしてもっと本気で戦わないの。だって僕弱虫なんだ。なんでそう思うの。僕の国では争い事が全然なかったから剣の修行もする必要なかったんだ。だから闇の魔王アバロンが3万年の眠りから覚めて襲ってきてもどうすることもできなかった。僕はジーヤに連れられて国の外へ逃げたんだけど、他の人はみんな石に変えられてしまった。映画見てたから知ってる。映画って？ん？いやいや、なんでもないよ。でもその魔王をやっつける方法が何かあるはずだよ。勇者の剣があればね。勇者の剣？うん。昔から言い伝えられている魔法の剣なんだ。若様、苦悩登山に行くのです。苦悩登山？はい。クノート山のクリスタルの谷にある勇者の剣を探し、魔王と戦うのです。その剣だけがあの魔王を倒せる唯一の武器なのです。だって僕戦えないよ。あなたが戦わなくて誰がこの国を救ってくれるのですか。でも若様、しっかりしてください。しまった、見つかったか。さあ早くクノート山へ。ここはジーが食い止めます。いやー、若様早く。
なのに僕何もできない。元気を出してよ。とにかくそのクノート山へ行こう。クノート山はあの海の向こうにあると言われてるんだけど、クノート山を見た人はまだ誰もいないんだ。よし、それじゃあ海を渡ろう。でも海は深いし潮辛いし、それに水が多すぎるよ。でもここにいるとまたさっきの怪物が目を覚まして襲ってくるよ。でもじゃあいいよ、僕一人で行くからここで待っててよ。わかったよ、僕も行くよ。やっぱり海は気持ちいいね。ほんとほんと、怖がって損しちゃった。ガラガラ、ああ。
するなんて無理だったんだ。そんなことないよ。でもいくら歩いても砂漠は終わらないし、クノート山は見つからないし。でも諦めちゃダメだ。きっと、きっと見つかるよ。もしかしてこれ君のハンカチじゃないの？ほら、本当だ。さっきなくしたはずなのに。なんでこんなところに？僕たち同じところをぐるぐる回ってたのかな。だって僕たちはずっと太陽の方に向かって歩いてたんだよ。じゃあどうしてだろう。あ、この砂漠は動いてるんだ。え、他に考えられないよ。だって地図ではこの砂漠はそんなに大きくはなかったよね。誰かが僕らをクノート山に行かせないようにしているんだ。でも一体誰が？誰？どこにいるの？お前たちの足の下にいる。中に隠れているの？違う。この砂漠全体が私なのだ。私はクノート山の第二の番人。第二の番人？第一の番人は嵐の海だ。あの嵐が第一の番人？クノート山に行く者は勇者でなければならん。勇者の資格があるかどうか確かめるために私たちがいる。勇者の資格？じゃあ僕は全然ダメだ。勇者の資格なんて砂粒ほどもないよ。王子！いや、お前たちにはある。え？大抵の人間はいつまでも砂漠が続くことに苛立ち、腹を立て、ついには諦めて引き返していくものだ。だがお前たちは最後まで諦めなかった。それじゃあ僕たち見るがよい。あれがクノート山だ。すごい、初めて見る伝説の山だ。元まで送り届けてやろう。行くがよい。クノート山についてからも多くの試練が待っているだろう。だがそれを切り抜けて初めて勇者の剣が手に入れられるのだ。わかりました。ありがとう、砂漠の番人。よし、行こう。すごい霧だね。気をつけないと足を滑らせて崖から真っ逆さまだよ。ほどかさないでよ。君どこなの。ごめん、行ってる先から自分で転んじゃった。でもこれじゃ危なくて歩けやしないよ。このままずっと霧が晴れなかったらどうしよう。大丈夫、じっとしていればすぐ晴れるよ。そんな気休め言わないでよ。なんか変だな。剣だ。え？勇者の剣だ。そんなバカな。どうして？ここはクノート山だよ。勇者の剣に決まってるよ。待って王子、勇者の剣ってお花畑にあったっけ？クリスタルの谷にあるはずだ。ということはこれは幻？そうだよ、そうとしか。王子、しっかりして。大丈夫だよ。やっぱり幻だったんだ。クノート山の
万人の仕業なの？多分ね。よく見破ったな。誰？私は苦悩登山を取り巻く霧だ。本当に勇者の剣を手にする資格のある人間かどうかを確かめるために様々な幻を見せるのだ。どうやらお前たちにはその資格がありそうだ。後ろを見るがよい。あれは勇者の剣？そう、本物の剣だ。さあ王子。待て。その剣を持つ者は真の勇者でなくてはならない。真の勇者でない者が剣に触れたならば、その者の体は一瞬のうちに燃え尽き灰となってしまうのだ。お前にそれを試す勇気があるのか？王子、僕には勇者の資格なんてないよ。そんなことない。これまでいろんな困難を乗り越えてきたじゃないか。本当に君は勇敢だったよ。君がいたからだよ。僕はただの臆病者だよ。違うよ。灰にはなりたくない。勇者の剣を掴んだら灰になってしまうかも。やるしかないんだ。よし。私一人の仕事だ。君は元の世界へ戻ってくれ。え？剣が教えてくれた。君がこの世界の人間ではないこと。今までありがとう。王子、元気でね。広場みたいだ。あ、そっか、映画をやってたんだっけ。おぞー、よくぞここまで来たな。魔王アバロン、お前の好き勝手にはさせぬ。ケロン王子が成敗してくれる。あれは王子の活躍で闇の魔王は滅び去り、国には再び平和が戻ってきました。よかったね王子。ケロン様、
あれケロッピーどこ行ってたんだ。あ、いや別のところで見てたんだ。ああ終わった終わった。なんでやっぱり奥様映画じゃねえか。さあ腹減った、なんか食いに行こうぜ。あの人たちゴミを散らかしたまま帰る気よ。ちくしょう、俺の体がもっとでかけりゃな。あ、ちょっと待ってください。あ、なんか言うかよ。ゴミはちゃんと持って帰りましょう。何言ってんだおめえ。俺たちに喧嘩売る気か。何度でも言います、自分のゴミは自分で持って帰ってください。おいチビ、俺たちがいつゴミを出した、証拠あんのかよ。証拠？偉そうな口しやがって。ケロッピの言う通りだ。あ、何？俺は見てたぞ、お前たちがゴミを捨てるの。そうよ、もしは反省したらどうなの。そうだそうだ。こんな奴らに関わっていられるか。行くぜ。友達のなんだ。自分のゴミは自分で片付け